はい、どうもです。感音生活、いかがお過ごしでしょうか？おう、なんじゃ、また何か試そうとしておるのか？以前試した機体をもう一度と、久々の機体でやってみたいと思います。ほう、なんじゃ、その機体とは？その機体とは、こちらです。おう、パーフェクトジオングとビギナギナジャと。パーフェクトジオングはこの間やったんじゃなかったか？やりましたねー。ふん、さてはネタ切れじゃな、わら。まあ今回はちょっとですな、なんというか、まあやってみましょうよ。ふん、ビギナギナは久しぶりじゃのう。やったことあったか忘れました、わら。忘れたじゃと、わら。それならはよ行って試してこい。わかったよマッツはうまる子、ニューヤークとなりました。うまる子じゃと。それは置いといて。さて、このマップって遠中距離で撃ち合っているイメージのマップ。そこで射程距離が長い、パーフェクトジオングで試してみたいと思いました。すなわち、イモレってことか、わら。イモっていうか射程が届く距離で戦ってみるのだよ。機体固有のモジュール、よろけ、戦闘が発生しない指定制御バーニアで、イマジオに切られたが無事でしたね。しかし、前に出すぎるとフルボッコになるというな、わら。これだけ大きいとそうなりますな。さて、数字拠点さんを取り返したいところ、なんとか取り返しましたね。ほう、やったれやったれ。武装は、チャージ式ワンズメガ粒子砲、照射式頭部メガ粒子砲 F、ワンズメガ粒子砲を持ってきてみました。口ゲロビエッカ、わら。口ゲロとか言うなよ。はよ、アムロをしゃぶれしゃぶれ。アムロー。黄色ロビオンだと当てにくいけどね、比較的当てやすいのがプチゲロビというね。必殺、プチゲロビオンランキング。おい、横に移動しつつ当てていくってなんじゃ、わら。しかも、さっきから、プチゲロビって言ってるじゃないか。もういいわ、プチゲロビで、わら。なんじゃそれ。さて、どんどん戦場が変わってくる印象ですが、新機体がまた登場しますね。おう、そうらしいのう、オーダーは。グラハム専用ミニオンフラッグカスタム2とホビブンガンダム。リベリオンは、イージスガンダムとガンダムズナメス。いずれも345個と、強襲機体がほとんどなんだが、一つだけ狙撃機がおる。そうなのですよねー。ガンダムズナメス、1と出るか強と出るか、果たしていかに。お肉は当たらないから心配するな、わら。当たりませんな、わら。ここ最近何も当たっておらんじゃろ。当たっていませんですなー。なーんも当たりません。そうじゃろうな、わら。まあ、そうなったらある機体でやるしかないですよね。新機体がなくとも遊べるガンダムオンライン。おー、またぎよ。ということでまた生き残りました、わら。なんじゃ、しぶといのう。この機体の大きい分何か特権がなければねー、厳しいですよ。集中砲火警報。あわわわわわわ。あー。はい、ということで勝てましたねー。うほうほ。君たちはジオン国民の誇りだ。続きまして、ビギナギナ行ってみます。マッツは先ほどの逆バージョンのうまる子ニューヤークなっております。なに？うまる子じゃと？またうまる子マッツか、わら。それはまたまた置いといて。さて、このビギナギナですが、格闘を積んできてみました。ビームサーベル D2 出力強化型を持ってきました。多弾格闘ですねー。あー、間違えたー。
なんでここでビームサーベルを素振りしておる、わら。武器切り替えを間違えました。おわあ。おう、味方ナイス。おい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 、大丈夫か、格闘なんて持ってきて、わら。うわあ、見えない見えない。ただいま映像が乱れております。電波妨害中でございます。そしてね、くらましの中でやられたおう、ありがとうございます。復活しました。このビギナギナの射撃ね、あんまうまく使いこなせてないのだけどね。お主はいつものことぜ、わら。ところで、このビギナギナは設計図の色はなんて。いいとこついてきたなぁ。金図です。ほほ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 ほ。ジェローナ、わら。おーい、また見えないのだけど。またまた電波妨害中でございます。対空砲設置しましょう。危ねえ。結構、クマさんに回復してもらっているとき、気を抜いていること多いから気をつけましょう。周り見ていないと。天井に安全な場所はないのぜ。よし、はよこいはよこい。っていうか、あまりいいとこないわこれ、わら。いつもいいとこないから気にしたことじゃないぞよ、わら。それ言うなよ。まあ、ビームサーベルで回避っぽいことできるのは、いいかもしれないねー。なんだー。うっち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 、攻撃じゃ攻撃、わら。なんだってなぁ、復活ありがとうございます。さて、気を取り直してもう一度、うわぁ。しまったぁ。おー、なんぞこれー。はい、負けました。良いとこなかったです、わら。まるこ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 。ということで、今回はパーフェクトジオングとビギナギナをやってみました。マップによっては使えないことはないパーフェクトジオング、主力機ではないですが遊べます。そしてビギナギナは、私が使いこなせてないだけで十分主力機と言っていいですよね。全然使いこなせてなかったがな、わら。まあね、事実なんで主要あるのみです。また各階級の戦場などでも違ってくると思いますが、今回の戦場は召喚戦場でした。いろんな機体を試してみて自分に合った機体を使っていくという感じで楽しんでみてはいかがでしょうか。どうしてもマンネリ化するならな。ということで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録、評価、コメント等お待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。うまるこ、うまるこ、うまるこ、うまるこ。